チアダンス部部長の飯塚奈央です。副部長の小室莉里奈です。これからチアダンス部の一部をお見せします。それではどうぞ。私たちは主に平日の放課後、同窓会館やピロティで活動しています。現在のメンバーは3年生6名、2年生13名です。足立先生、船山先生、本田先生、阿南先生にご指導を受けています。チーム名はビガーズで、活力、元気という意味があります。挨拶を大切にしていて、常に笑顔を心がけています。昨年度は茨城県中高生ダンスコンテスト、ザ・ライトやレインボーカップなどの大会に出演したり、イオンタウン三木南で自主公演を行ったりしました。コロナの影響で楽しみにしていた野球応援やその他たくさんのイベントが中止になってしまいましたが、今年度あることを信じて練習に励んでいます。ここでチアダンスに取り組んでいる技を紹介します。まずはシュリンプジャンプです。これはエビのような形をして高く飛ぶジャンプです。次に2回転ターンです。これは片足を軸にして勢いよく回る技です。今は全員が3回転ターンをできるようにするのが目標です。デュータッチです。足を真横に開く技で、これらの技の中で一番苦戦します。チアあるある。ここでチアあるあるをご紹介します。1、いつでも基本姿勢しがち。集合がかかると基本姿勢で集まるのがチアの決まりです。これを体育の授業時もよくやってしまいます。2、オーディションが近づいてくるといつでも踊りがち。大会出場メンバーや野球応援の隊列、個人ランキングを決めるときはオーディションを行うので、みんなとても真剣です。授業に集中しながらも思わず足だけ動かしてしまうって日もよくあります。新入生向け発表会日時、4月21日木曜日放課後、場所はピロティです。野球応援の振りやイベント向けのダンス、技などを見ていただく予定です。こんな私たちに少しでも興味を持っていただけたら、ぜひ見に来てください。皆さんのゲームは回ってよ。